日本代表森田秀正、発言がいろいろと格好良すぎる。森田は X で半ば諦めてる人もいるように見えるし、そう感じる時がある。僕は違う、言いづらいことも発言するし、その責任も同じように持ってる。だから全くあの発言に後悔はない。今よりもっと成長したい、良くしたいと思うだけ。本当全部勝ちたいです。とにかく日本サッカーはここからでしょう、と胸中を明かした。森田かっけー。男森田、男の中の男、断固支持する。無能森安と言いたいのだな。だいぶ優しく言ってると思う。ストリティングの練習で攻守のポジション取りの決め事作っていくやり方を解説してたけど、すごいもんね。全部のパターン覚えていかないと脱落する。やっぱすごいわ欧州のチーム。遠藤も富安もみんなそうだろ。そりゃ森安はそういう選手たちに何も教えられないよな。ボイチの指示手のはドラクエの作戦コマンドみたいな、ざっくりとした感じなんじゃねえのか。ボイチはコンセプトって言ってるけど、みんな頑張れの一個だけだろあれ。富安、三笘、久保あたりも不満すごそう。久保、森田は本気で森安に呆れてる感あるよな。久保はずっと森安采配には否定的な感じがする。もともと最初に言ったのは田中碧だな。その次が三笘、今回森田で三笘もまた言ってる。代わりに青復帰だなって思ったけど、あいつはあいつで結構言うからな。もっとはっきり言えよ監督変えろって。すげえかっこいいんだが、でも森田干されるなこれは。頭のいいやつだな森田は。でもこういう常識的なやつから干されていくんだろうな。別に批判というレベルにすら達してない提言だけど、森田はよく言ったな。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。